丸い金具に繊細な桜や蝶の模様、その美しさで名高い米沢タンス。米沢地域で古くから作られてきた伝統的な流れを組む機能性と美を併せ持ったタンスです。米沢タンスのスタンダードな形は衣装タンスで、その美しさから嫁入りダンスとして愛用され、代々受け継がれてきました。他にも幸せを呼ぶタンスと重宝されてきたシュールシヌリの階段タンスや、カラトと呼ばれる珍しい車輪付きの車タンスもあります。今では玄関やリビングなどにモダンな飾り方をして楽しむ方も増えています。山形県置賜地区では木材資源が豊富なことと、第9代米沢藩主上杉鷹山公による木材産業推進が相まって、多くの素晴らしい和ダンスが作られました。現在米沢タンスの製造元は大正元年創業の長井家具店のみとなりました。県内で最も古くから手作り家具を製造し、職人の優れた技術を今に伝えています。店主の長井信也さん、息子の慎次郎さん親子は米沢タンスの伝統を守り続けています。作る前にどの木が作るものにとっていいかなんかを見極めるわけ。木目でその年輪で違うもんで、山に育った名木、厳しい環境に育ったために目が平地の木の50倍以上細いんですね。生地作りはタンスの命とも言われ、職人が木取りから一貫した手作業で作り上げていきます。木取りした部材の生地加工、組み立てを鉄釘を使わず作り上げていきます。職人の確かな目と技術により、引き出しを狂いなく本体に収めます。カンナで何度も仕上げ、差し込み、滑らかに滑る引き出し作りが職人の腕の見せ所です。前から見て、前から映っても紙一枚の差はないはず。道具でうちが一番古い家具屋なんです。4代も目ですもんで、そのやめるわけにもいかないし、ただ仕事が面白いの。ものすごく作るってことはすごく楽しいの。ものを作るっていうのはすごい楽しみがあるんですよ。タンスの表面に塗る塗装は美しい外観、耐久性をももたらします。時を経るほどに透明感が増し、この手間のかかる作業があって、ヒノキの木目の美しさが映えるのです。金具の彫金術は、タガネを用いて造形する美術工芸の世界です。仕上がりは大胆かつ繊細で、見るものを引きつけます。シンプルで飽きのこない金具のデザインが米沢タンスの魅力です。重厚感と品格のある衣装タンスが生み出されました。米沢タンスを愛用されている後藤さんのお宅です。うちも新築する時だったもんですから、記念にということで、購入させていただきました。それで、まあ、使ってここちょうどぴったり入って、こう常に愛着っていうかな、私古いもの好きなんで、愛着を感じてよかったなと思ってます。こういうところに囲まれていると、なんとなく、まあ、心が和むかなっていうような感じでおります。米沢タンスは古くから米沢の地で作られました伝統的な流れを組む工芸品です。
もともと今以上に米沢箪笥というものを知っていただきたいですし、米沢箪笥という地域の資産的な価値のあるものの火を消さないためにも、これからも真面目にものづくりをやっていきたいと思っています。永井さん親子はかつての職人からの教えを固くなに守り、代々受け継がれる米沢箪笥を真摯に作り続けています。